ダッシュでございます。武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになりまして、相方のユシキから、連絡が来なくなりました。ぶっちゃけ思い当たる節があります。これは多分陸上関係だと思っていて、これ多分見ていただいている方ならわかると思うんですけれども、4分13秒を出した後の 1500m 2本でズーンズーンってめっちゃ落ちてきてるんですよ。あいつめちゃくちゃタイム落ちてきてるんですよ。4分20とその後が4分30秒で10秒ずつ落ちてきてると。練習もねいくつか上がってますけども、なかなかこなせないと。多分もしかしたらねやられてんじゃないかなと思ってます。単純にネタでメンヘラメンヘラいっぱい言ってますけど、今までメンヘラなんで、今からヨシキの家にいきなりとつってどういう状況になってるか確認したいと思います。それでは行ってきます。ダッシュで行こうぜ。到着しましたけど、一応合鍵持ってるんで開けていきたいと思います。ピンポンもせずに、もう俺の第二の家みたいな感じなんで。マジで、なんか入ってきたんだけどと思った。完全に女いますけど。すごい怖かった。え、何？こっちのセリフですよ。心配してんだよ。みんな顔色を見て。全然元気よ。なんかインスタも最近上がりましたみたいな、最近元気なくてみたいな言ってるじゃん。もう自分で。いや申し訳ない。YouTube もさ、5月6月めっちゃ上がってると思ったら、いきなり上がんなくなったと思ったら、編集大体武田だからね今。いや本当にごめん、それはマジでごめん。いや違うんだよ、ユシキさん。やっぱり競技うまくいってないところが多分あると思ってて、やっぱそれはやっぱ生活にこう出ると思うから、直結すると思ってて、顔色から見てやっぱ貧血なんじゃないかなって。顔つけて取り直そうよ。大丈夫です。これマジさだけ出しすぎたって。さだけ出しすぎ、やりすぎ。29歳。一応ね、まだね、この部屋ね、今日は綺麗な方。まだ大丈夫な方。まだ綺麗な方よ。綺麗な方しとこもあるし、俺見て逆に心配するかもしれない。だから、単純にもう一回貧血検査行って、悪いとこ悪いってちゃんと理解した上で、やっぱ練習頑張っていくべきかなと思うんですよね。全然走れない。でしょ？ビビるぐらい走れない。走れない時って今までたくさんあったと思うんですけど、今ちゃんと上がってきてたからこそ走れない状況は多分結構食らってると思うんですよ。うまくいってたからこそ一回ちゃんと知ってもらうお薬もらって、これで貧血じゃなかったら滝修行に行きます。確かに、まあでも貧血かどうかっていうのは確かに調べるべきだなって思ってて、今から行きます。今から電話して、ちょっと待ってくださいね。もしもし、あ、予約取りたいんですけども。やってるそうです。やってる、よしよかった。じゃあ行くよ。待って、なに、パキン。俺買ったのよ、ここは。さすがにこれダメでしょ。うわ、それじコメント欄にあって、子供見てるんでやめてください。このチャンネルは陸上以外にも人生のやり方も学んでもらうチャンネルなんで。そうだよね。こういう大人もいますよっていう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで行ってきまーすって言ってから2日経ちました。貧血検査終わってません。なんでって思うかもしれないんですけど、実はですね、僕あの後保険証を忘れまして、で保険証を取りに行ってまた戻ってくる間に病院が閉まってしまうっていう事態が起こっていたので、2日後になってしまいました。リベンジしていきたいと思います。はい、ということで注射終わりました。痛かった。何で28歳になってもね、注射はマジで緊張する。結果が明日出るみたいなんで、また明日カメラ回します。今日はうな重を食べて帰りたいと思います。バイバーイ。はい、今結果もらってきました。こちらですね。ちょっとね、えっていう、ちょっとこの結果はちょっと面白い結果になってるので、これから TKD とまた撮影があるので、その時に結果は TKD とみんなには伝えます。A だね、 A だよ。ダッシュで行こうぜ。
はい、行ってきた。行ってきました。うん、じゃあ結果を教えてください。そうですね、こちらに結果があるんですけども、うん、一番分かりやすいところで言いますね、うん、ヘモグロビン数値です、うん、これが大体13台であれば貧血、14切ったら貧血、14切ったら貧血、うん、大体走れなくなるって言われてるんですけども、うん、僕の数値は 14.9 ということで、うん、めちゃくちゃいい位置いや、ほんと良かったんですよ。良かったんでね。良かったんだよね。はい、約2週間、まあ、寝込みまして、で、僕、まあ、その、クラブ対抗って全然走れなかったじゃないですか。うん、で、あの後に、貧血検査は行かなかったものの、うん、一応こちらですね。マッチ現状の鉄剤。これ市販で買えるんですけども、はいはい、市販で買える最強の貧血予防鉄剤で、あとまあ鉄剤の吸収を良くする、鉄の吸収を良くするために、ビタミン剤、こちらですね、美容室上、これは総合栄養剤、鉄剤を飲むとうんちが硬くなる、うんちが真っ黒になるっていう状態を、まあ、美容室上でちょっと抑えたりとか、なるほどね、その胃の消化、胃の動きを正常にさせたり、まあ、元気にさせたり、ビタミンとかたくさんいろんな栄養素が入ってて、これはもう東洋大学に置いてあって、そうですね、見たことあります、はい、東洋大生はみんなこれ飲んでます。この3つの薬をまあすぐ買って寝込んではいたんですけど、毎日これ飲んでたと。ああ、飲んでたのね。はい、なるほどね。飲んでの、まあ、周平さんが押しかけて、うん、お前検査行ってこい、うん、とのことだったので、もしかしたら貧血ではなかったというよりかは、2週間でこれをまあ飲んでたことによって血液状態が回復したのではないかっていうのが妥当なのかなと思ってまして、と、うんうん、いうところで、まあ、これからまあ復帰するわけですけど、しっかり血液の準備もまあ整ったということで、心もしっかり休まったということで問題なくスタートを切れると、はい、またやっぱり陸上強くなるためには継続が一番近道だと思うので、できればこれからはメンヘラを少しずつ減らしていって寝込む回数を、まあ、寝込んだとしても1日だけとかしていった方がもっと強くなるかもね。そうですね、くよくよするのも大事なんですけど、しすぎるとせっかく頑張ってきたこの1年間とか2年間とかの崩れちゃう可能性があるので、陸上競技はデリケートな競技なので。そうですね、うん、まあなんだろう、 YouTube 上では、まあ、ちょくちょくその取りだめてたものがポンポンポンって上がってたから、うん、視聴者はなんかあんま、まあ、この動画見て結構あ、よしきそういう状態だったんだって、うん、初めて、まあ、知る人もいたとは思うんですけども、うん、まあ、本当にまあ、この動画見て視聴者と相方の周平に本当に心配をおかけしました、はい、ということで本当にもう大丈夫ですので、しっかり頑張っていきたいと思います。大丈夫ね。はい、では早速じゃあガッツリ練習で、ガッツリ練習あるんで、復帰練で、復帰練でしっかり追い込んで、はい、頑張ります、頑張ります。はい、終わりました。ということで YOSHIKI復活ということで、はい、はい、頑張るぞ。今日から頑張ります。今日からね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。